皆さんこんにちは。アースフレンズ東京 Z マネージャーの中村ひとみです。アースフレンズ東京 Z はプロバスケットボールリーグ B リーグの B2 に所属しています。男子のバスケットボールチームです。よろしくお願いします。今、2019-20 シーズンを共に戦ってきたメンバーを漢字一文字でご紹介しています。本日は背番号35番の高山志門選手です。高山選手、7年間アースフレンズ東京 Z に在籍していて、7年間というとチームができた当初からのメンバーになります。もう長いことチームの中心選手としてチームと共に戦ってきたんですが、今シーズンをもちましてチームを離れることが決定しています。チームの公式ホームページからはですね、高山選手7年間ありがとう特設サイトがご覧いただけます。もう7年間の歴史が詰まった素敵なページになっておりますので、下の説明欄からぜひご覧になってみてください。よろしくお願いします。私はこの真という漢字を選んだんですけれども、やっぱ長いことチームの文化を継承する選手としても、やっぱりチームの真としてプレー以外のところでも貢献してきた選手なんじゃないかなと思います。あと話しててもその伝わってくるんですけど、しっかり自分の芯がある選手なんじゃないかなと感じました。もうブレない強さというか、そういうのがありますね。すごいしっかりした選手です。あとやっぱりフェードウェイシュート、ジャンプシュートがすごいよく決まるんですけど、あれも体の芯がしっかりしてるからこそなんじゃないかなと思っております。あともう一つ言わせてください。やっぱ高山選手を語る上で外せないおひげ、トレードマークのおひげなんですけれども、やっぱり芯がしっかりしたおひげですよね。今シーズン一回全剃りしてくるというハプニングというか事件があったんですけれども、もう、ひげがないお顔もですね、やっぱ若々しくてそれは素敵だったんですが、何日か後にはおひげがまた元通りということで、やっぱりこう人間一度リセットしたとしても芯がしっかりしてれば何度でもやり直せるよということをおひげを持って教えてくれた、そんな高山選手です。あとですね、やっぱり笑顔と笑い声が素敵です。もう何よりも本当に私は大好きなんですけれども、こう周りも笑顔にさせてくれる笑顔笑い声、もうそんな素敵な高山選手なので、次のステージでも応援しています。皆さんもぜひ応援よろしくお願いします。はい、高山選手については以上です。またお会いしましょう。ありがとうございました。